で私はこの後エレタンとご飯を食べるからそれまで配信しとこうと思って。すっぴんです。お風呂上がって肌がキラキラ。そうめちゃくちゃ焼き鳥食べたくって片っ端からメンバーに連絡したの。ナッピとナコと前田さんとエルタンと、リンクのサクちゃんとあと金子美優と、片っ端に連絡したの。口の中に紛れる前田さん本当に優しいんですよ前田さんは。はい、忙しいんですけどね、本当に前田さん忙しすぎてあれなんですけど、はい、でもめちゃめちゃ焼き鳥食べたくって、でもナッピーまず既読つかない、ナオコも多分既読つかない、みんな忙しくて、で金子美優はでも福岡にまずいない、そもそもで、もうサクちゃんもまだ連絡つかずで、エレタンが即返信来て、今エレも今からご飯行こうと思ってたけどみたいな感じになって、あじゃあ誘いよって言ってエレタンが今から来るということで、ご飯食べに行きます。今日はね、私は幕張の練習をしていました。全然頭の整理がついてなかったんですけど、リハにも参加できてなかったっていうのもあり、ですがなんとか、前日にリハやって、ついていけるんじゃないかなっていうくらいまで頭の整理ができたからいいかなって思います。今日はもうほんと一日幕張に集中って形で、どんな瀬取り、なんて言えばいいんだろう、私あんま言葉知らずでね、ちょっとなんという瀬取り、いろんなアーティストさんからすると王道的一般的なんじゃないでしょうか。なんか新規のファンの方も最近増えてきてるらしいんですよ、その HKT のコンサートに来てくださってる方が。だからなんか新規のファンの人が聞いてもう、昔から応援してくださるファンの方が聞いてもなんか今の HKT だよっていうのが分かりやすいセットリストになってるんじゃないでしょうかって思いますね。かわいいね、ケロッピだ。昨日、なこちゃんと楽しい日々過ごした。めちゃくちゃ楽しすぎてやばかった。アイアの撮影してたんですけど、私となこが一緒のタイミングでメイクから始まって撮影だったんだけど、私も2時間くらい巻いたから、パパッとやってたから、ナコを1時間ぐらいかな待ってたんだけど、なんかさ、もう1着ぐらいでナコ終わるっていう頃にもうミク我慢できなくて先帰っちゃって待ってるって言ってたんだけどもう待てなくて、待つに待ってけどやっぱ待てなくて帰っちゃって、その後ナコは来てくれた。待ってやるよってその誰にみんなに言われたんですけど、待ったんですけど、あとの1着ぐらい我慢してやりなよって感じだったんですけど、本当に待てなくて先帰りました。好きな方の TikTok 消えてて寂しかったって。消しちゃいました。なんか伸びないか可愛くないから、なんかちょっと消しちゃいましたね。適当に撮ったやつだったから今日の洋服で。でも保存できるからいいよね。保存してその消されたら嫌だなっていうやつは、TikTok ももうインスタもなんですけど、フォロワー増えるように頑張って投稿しようと思ってお風呂入ったんですけど、やっぱメイクするのはちょっとだるすぎるのでアプリに頼ってやりました。リップは塗りましたよ。ディオールのリップはさすがに塗らんとって思ってリップは塗りました。二つ結び大好き。いやーありがとう。ツイッターのやつかな。
ありがとうございます。みんな大好きツインテールっていうね、なんか髪伸びてきたからさ、何でもできるんですよ。もう今ポニーテールでも何でも、ただもう伸びすぎて行きたいな。後ろなんか動いてないか、あ、空気ベッドだからポー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 なるんですよ。下に行ったり上に行ったり。最低限お化粧するのはリップ必見。どこだろう、アイラインとリップさえあればなんか整うんじゃないかな。焼き鳥いいな。いや、焼き鳥行くとは言ってない。ただ私は焼き鳥が食べたい。だから一人で焼き鳥食べに行こうかなと思って焼き鳥調べたんだけど、なんかどこにあるかなとかって。でもなんかだるいんですよね、家から出るのが。やっぱだるすぎてウーバーしようと思って見たお店が全部高くて、なんか牛ユッケとか1300円とかして、そう牛ユッケで食べたいなと思って頼もうと思ったけど、牛ユッケだけで1300円で、それだけ頼むとしても1500円かかるわけでしょ、いろいろあって無理だなって、高いなと思って、それはさすがにって思ったから、だから行くよね。高いんですよ、そのウーバーって高いんですよ、本当に高い。タクシーとかに乗ってて思う、あれこれ私がいつも頼むウーバー額と一緒じゃないって思うよね。まあ牛は高いっすよね。めちゃくちゃ生活感あるな。そうです、さっきまで生活してましたか、さっきまで生活してましたから面白い。ずっと生活しててそうそう、確かに確かにね、ずっと生活してますけど、スピーチしてくれか、ありがとうございます、嬉しい。眠そうって、いやーねえ、そう確かに、なんか最近いくらでも寝れる。送り迎えするから一緒に焼き鳥行かせてください。じゃあおごってくださいあ、これ?あ、これね、これのこと。あ、ずっと動いてるって言ってこれのことか。確かに動いてるね、なんでだろうとか言っちゃう。開けてる、空気の入れ替え開けてる、これのことね、確かにねこれ開けてるのと、ドア開けてるの何のことかと思った。これね、確かに動いてるね。いくら好きな、好きだよ。カーテンが、カーテン、やばい、ショールームするとあくびと終わらなくなる。カーテンしてました、一旦もめみたい、かわいいでしょ外に音漏れないですか。漏れないじゃない、わかんない、知らないですね。あんまなんか前の家と比べたら全然。数えてる、本日3回目のあくび、じゃあ4回目しますね。であくびするとさ、見て涙目になっちゃうんですよね。もうなんか涙今にも出てきそうだなっていうくらい涙目になっちゃう。今にも涙が出てきそうです。涙袋かわいい。ありがとうございます。私のことなんかほど好きなんやって。好きだよ。みんなのことだ。好き。めっちゃ眠くなってきた、だって。明日はね、チーム H 会があるんです。イエーイ、パフパフ。そしてあれじゃない、ボムの表紙発売日じゃない、明日、わかんない、もう把握できてないんですよね。でも新マネージャーさんになってから発売日をちゃんとスケジュールに書いてくださってるようになって、確認できるようになった。あ、この日この撮影があるのかってパッて見たら、はなんだ発売日かと思って。そうそう、新マネージャーさんになってからの撮影は全部いつ発売って書いてくださってるから。ボムは来月か、
じゃあ11月9日かな発売です。来月でした。全然え、じゃあ多分11月に発売される雑誌めっちゃ多いよ。5誌とか6誌かな、分かんない、そんな多くないかな、結構多いよ。うん、来月割と多いかな、来月も多いかな、来月再来月、あと1月もあるんじゃないかな、どうなんだろう、多く多い気がするな。うん、多い気がしますよ。なんか1、2回で終わるかなって思ってたんですけど、なんだかんだ4回5回表紙飾れることが多くて、その間ね漫画アクションの表紙撮影したんですけど、ソロ表紙は10回目っていうことで、最初漫画アクションの表紙初めてやった時はナコミクでやったから、それ省いたらちゃんと個人ソロの、表紙は10回目らしくて、ほんとすごいですよね。そう、ソロ表紙10回目はすごいことだからさ、すごいいい感じでしたよ。かわいい感じで、だってアンコールリクエストしてるもん。え、嬉しい、ありがとうございます。あとは週刊少年チャンピオンさんかなとかもなんか結構割と何回かやらせていただいてますよね。ありがたいです。こう続けていろんな表紙、あとフライデーさんも多いし、フラッシュさんも多いから嬉しい、ありがたいですね。トムさん卒業なのね、びっくりした。でも個人でもたくさん活動してるの見て、この間ねなんかテレビに出てたの見てトムさんに LINE したもんね。びっくりよ、東京行ったらご飯行きたいな、トムさんと。KB 武道館やってますもんね、すごい。私久しぶりのリップグロスね、めっちゃ好き。なんか昔の AKB さんみたいな感じする、エブリデイ活用者みたいな感じする。ゆきりんさんのソロのあのなんかやつめっちゃ見たんですけど、すごかった、いいねしてるやつすごかったです。うん、あとさせいやさん芸人さんのせいやさんがオールナイトニッポンで結構田中美久の名前を出してくださってるらしくて、そう多分そのメッセージが田中美久宛てとして出されてるんですよね。HKT48 の田中美久さんから来ましたみたいな感じで、私送ってない送ってないみたいな私送ってないみたいなでもなんか最初なんか多分せいやさん共演したことないんですけれども、いいねしてくださっててツイッター、それをなんかな分かんない、なんかあんまり私は詳しく知らないんですけど、いいねしてるどうたらこうたらみたいなでなって、で2回目も取り上げていただいてて、2回目がなんかその話題、いいねをしてるっていう話題を出してから全然いいねしなくなったじゃないかみたいな話題になってて、でこの間つい最近もそのいいねしてくださったんですよ。また話題に出たら私としては嬉しいなと思いましたということで、エレタンがもうすぐ私のお家に着くということで、そろそろここら辺でめっちゃ短くてごめんなさいね、終わりにしたいなと思います。はい、しかも今ナコから LINE 来た。私ナコに会いたいわ、ナコのことめっちゃ好きで、もし私が男だったらナコと付き合いたいかも。ナコかナッピかな、ナッピはでもなんかちょいあざとめさがあるからちょっと心配になっちゃうんだよな。これどこ押すんだっけ、これか。もし私が男だったらナコかな、付き合いたいですね。13位はダーホン、12位ニコマル、11位ヒロポンポン、10位はムダ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 ナオッチョ、9位トモモ、8位ロック、7位グリーン、6位ミクティアン、5位ケン、4位リョーチン、3位ヤスちゃん、2位シュ、1位ドノボ。ありがとう、じゃあね、またね。
短い時間でしたがありがとうございます。焼肉は別に食べに行くとは決まってないの。なんかどっか多分ご飯行く感じ。焼き鳥だったらいいな。ビール飲みたくなるよね。ビール飲んだことないけど、焼き鳥イコールビールみたいな感じじゃん。写真撮りたいなって思うんだけどさ、すっぴんだから写真撮れないんだけどビール飲んでみたい。まだ飲んだことないんですよビール。なんかお店でビール頼めるような大人になってみたいですね。23、4、5歳でいくか。私ね飲めないんです、多分きっとお酒ね、味が苦手だから。じゃあね、エレタンとか会ってくる。あいちゃー。